おーし、お疲れ様です。影屋です。龍が如く3続きやっていきましょう。というわけで、前回は龍が如く恒例のカップルに付き合わされましたが、やっとモノレール駅まで行って空港に向かいたいと思います。てか普通に空港へ向かいます。はるか、朝顔は頼んだぞ。帰り一人で大丈夫なのか。まあもう一回朝顔帰ってたけどね。そっか、はるかもう来月中学生か。お姉さんだな。留守の間、朝顔のみんなを頼む。はるかもいつの間にか大人になっていくな。さて、俺もモノレールで空港へ向かうか。よーし、く、なんだよ。こー、外人ですか？あなたはいいね。その身から出るオーラ。まさに最高の一枚。いいね、いいね。なんだ？おっと、失礼です。マックだ。マック篠塚と言います。世界中を回って写真撮ってる写真家です。なんで？天啓をご存知ですか？天啓？ああ、はい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 。イエス、まさにそれ。私はこれまでに多くの写真を撮ってきました。自然人物すべての中で最高の一枚を探してきました。はい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 。天啓の方法。あ、ちょっと気になる。Oh. はいはいはい。写真カメラで見んだ。なかなか空港に行けないな。どこまで連れてかれるんだ。で、あのおばちゃん。おお。何、もう少しで何かひらめきそう。ブログ、キリュウさんブログ始めるってこと。ポチポチ。キリュウさんがブログを始める。はい、典型を得られそうな事柄を見つけたら近くに行って痴漢モード。あー、へえ、新たな技。あー、見る。ん、あれは、あれは盗撮だよ、キリさんこれで何の典型得られるんだよ。あー、あいつだ。ババー、三角。龍様、龍様じゃないよ、四角。龍女。うわー、すげえ。じゃねえよ。バーツー、ババー。何も気にしてねえ。すげえ、あのババー。大丈夫なのか。これで典型が得られたってこと。え、なになに。はいはい。あー、なるほどね。回転で攻撃与えるか。え、こっちだな。今の3つの選択肢どれかを選ぶとそれに応じた技が手に入るんだ。違うの？マイガー。あ、正解じゃないとダメなんだ。からこれなんだろうね、正解は。ひらめいた。適したやつを選ばないと技はもらえないんだ。典型が来た来た。やだ、右から左から来た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 。で ASMR 始まる。おお、あ、なに、そんな技手に入るの、かっけえ。なに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 、カムブロ、我典型を得たり。堂島の竜、桐生一馬のつれづれ日記。早速テーマ典型。ひょんなことから日記のようなものを始めることになっちまった。これから典型というひらめきがあるたび、ここに書くことにする。今回は右の一枚の写真からだ。ババアの写真を勝手に乗っけるな、綺麗さ。恋は盲目というが、バイクに乗っていてもお構いなしらしい。おかげで障害物を利用する立体的な技をひらめいた。ではまた。ニックネームカズマ。性別男性。団長日1968年6月17。出身横浜。へぇ。座右の銘。まあ、こんな感じでブログがあるんだね。グレイト。オッケー。じゃあ定期的になんかあれした方がいいのかな。あ、典型得られそうだったらメールする。メール来たら、ない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 。誰？太一だ。どうした？泉が暇だってダダこねててさ。ああ、朝顔に戻ってきてくれないか。無理やな。沖縄空港駅。
もう飛行機飛んじゃったー。キリュウさんが手荷物検査で引っかかんの見たかった。お、港区。何の音だ、人殴ってる音。あ、誰、え、見たことない、誰だこれ。今回の敵になる人か。単純な黒幕だったら今ここで多分顔が出ないはずだから、ただ門も入ってるからこっち側の人でしょ。こっち側というかヤクザ側の人間でしょ。秘書、金持ってんな。まあ港区でこんな豪華なところ持ってるってことは。あ、先ほど柏木様よりお電話があり、緊急で幹部会。ああ、幹部の一人だこいつ。新キャラか、見たことないよね多分。IT ベンチャー協会の会合が予定。なんかあれだね、インテリ系って感じだね。え、誰だ。キャンセルだ。本家からの呼び出しだ。行かないわけにはいかない。じゃあ登場会参加のどっかか。だからこんだけなんか秘書雇ったりとかしてるってことは結構勢いのある組なんだろうな。横浜中華街、うーわー、そっちも関係してくるんだ今回。いや、あれか、柏木さんじゃない、風間のおやすさんのあれがそっち系か、中華マフィアかもしかして。え、あー、豚のあれか、びっくりした。誰だお前。予想として今俺柏木さん、何回柏木さんって言うんだよ。風間のおやすさんに似てる男がこっち側の人間だと思ったけど違うな。あ、もしかしてこれ幹部会の連中が今紹介されてる。あの豚をぶった切るのクソ怖いんだけど、豚だけに。そんな中国って国尊敬してるんだぜ。怖いって後ろでそんなやってんの。人様の国に土足で踏み込むその根性。なんだこいつは。今回こいつも関わってくるってことだよね。マフィアの一人だ。私はマフィアじゃない。マフィアじゃない。ただの料理人だよ。うわあ、焼き小籠包とか美味しいじゃん。やめてよ。仲良くしようぜ。そういう話じゃない。仲良くしたくねえよこんなやつ、怖えよ。うちに金入れるって言った。ああ、流れ的にあれなのかな。登場会参加の各幹部だろうねやっぱり。でこいつは今横浜を占めてるんでしょ。ラウカーロンとかが前ここら辺一体仕切ってたから、その後こいつがうまい感じに横浜を収めたのかな。横浜も横浜で大変だろうけどよく収めたな。あー、びっくりした。中国の包丁はよく切れるな。これは普通にあれなのかな、中華屋に対してなんかいろいろやってるだけ。ラウカーロンとかの伏線ではないよね。試してあ、ラウカーロンって前どうしたんだっけ。殺してはないよね多分。殺された。極み1の時に戦って倒して、極み2で白バーがあのもしラウカーロン倒したやつが悪人だったらぶちのめしてやろうみたいな感じだったけど、そん時、え、じゃあ死んでるってことか。関係ないか今回。なんなんだこいつ、キモーい。ペッてすんなよ、俺そういうの結構嫌いだから。誰だお前。親父。あ、こいつも登場会参加のあれなんだ。6代目の件で話があると。じゃあ別にこれあれか、中華マフィアとかそういう話じゃないんだね。単純に登場会の今の幹部連中の紹介ですと。勇気出したな料理人。怖えな。じゃあ死ぬしかねえなっつって。無理なら仕方ない。仕方ねえで済まねえのが極道だろう。知ってるよ俺。本当にそれは金か。怖がらせるようなことしてすまなかったな。怖えよ。じいさんよ。本当に謝る気あんのかお前。
これは迷惑料。迷惑料本当に金か。どいてくれ。あたりの中華料理屋の店主の指とか詰まってないよね。次はお前だっつって次の日殺しに来るみたいな。一緒に仕事したかったっていうか奴隷にしたかっただけじゃん。悪かったな。搾取するつもりだったじゃんどうせ。顔が仕方ないの顔してなかったよ今。気が変わったら連絡してくれ。気が変わっても連絡することできなくなるんだろうな。俺知ってるよ極道ってそういうもんだもん。逃げてチンさん。絶対このムービーで開けるこいつ。金だ金だうひょーいつって開けるぞ。怖すぎ。あー開けちゃう。まあ開けちゃうよね。あ、いいわけど。あ、やっぱり爆弾だー。やーばすぎー。気が変わっても連絡できないよあんな。カムロ町やっとる。ゴリゴリにおせっせしとる。やめて気まずい。激しすぎるって。誰だよ島野か。気持ちえんかこらやつってる。親父もよくやるね。あんな女と。まああの人の場合顔や人種は関係あらへん。でかかったらそれでいいからな。ケツが。はい、錦山工業。錦山？錦山組か。失礼しました。はい。組長なら今事務所にいますが。あ、てか今思ったけどこっちも結局時代に合わせてなのかな。錦山組とかじゃなくて錦山工業っつったよね。単純に組って名乗るのが今厳しい時代なのかな。じゃあそこら辺の背景が俺あんまり分かんないけど。了解しました。組長に伝えます。みんな焦るよなそりゃ。誰だ知らねえ。お疲れ様です。腹だるんだるん。こいつが今錦山組の頭か。まあ初代と二代目は桐生さんがとっちめたからな。その後なのかな。単純に三代目で。何時からや。幹部会か。なんだお前が分かってねえんだよ。幹部会の話じゃ。ああ、痛そう。なんでそれを。ああ、まだ話してなかった。電話出るが。わしゃことの最中でも聞いとんのじゃ。すげえな。19時からやと聞いてます。19時。よっしゃよっしゃ。なんで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 。ありがとうございます。なんで。よっしゃ、気合い乗ってきたぜ。ちょっとこのキャラ好きかも。はい。かき集めるだけの兵隊集めろ。兵隊、はい、何の指示出しなんだろうこれ。はい、長谷部に連絡や。けどこいつめちゃめちゃ行動力はありそう。かか、はい、思い切りもあるよね。はい、ミネに電話や。ミネ誰で。迎えに来い言うとけ。10億、はい、えぐ。戦争や。すげえ、こいつ結構好きなキャラかもしれん。お前ら覚悟しとけ。はい。行動力あんな。オカメ納豆のパッケージみたいな掘ってたな。でこいつはあれか、秘書をいたやつか。今から10億ですか。こいつが今話に出たミネか。10億の権限を持って今から来いや。神田の兄貴。神田の兄貴。何しでが好きです。あれの下。いやけどこいつなんか人の下につくというよりか組持ってるような雰囲気だよね。今日から登場会の後目。あー、なるほどね。六代目はまだ。はい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 。だから急に戦争だとか言い始めたんだ。高いし。梅子も言わんと、あよ金持ってこんかい。十億そんな。はよ持ってこいって言われて持ってこれるようなもんでもねえだろう。ああうざがってる。勝手な人だ。勝手だな、だいぶ。かっけー。スポーツカー乗り回しやがる。いいな。まあ俺別に車興味ないんだけど。お、カムロ町天下一通りに桐生さんが降り立った。ただいまカムロ町。まずスターダストでも行くか、近いし。変わんねえな。もつ鍋食いてー。イチャついてんじゃねえよ。カットバスだ。相変わらずだな、この街は。
相変わらずだな。助けて。なんだ。何なのよ。早く誰か。スターダストから出てきたわ。本当にスターダスト行かないといけない。痛い。話して。誰だお前。闇金か。うるさい。今日は貸し切りだ。貸し切り。すっごい画質荒いの気のせいかな。気のせいだ。じゃあスターダスト入るか。柏木さんの事務所に向かう前にとりあえず様子見てみるか。あ、まあメールだ。典型かな。何？フレンドから情報。すごいガール。東京の神室町の天下道天下一通りのっていう道に柔道ガールがいるね。メガネして制服着た子らしいよ。制服制服天下一通りだけど制服あれか。見るん。あれは、あー、こういう感じで典型が来るんだ。この子が柔道うまいの。結構かわいいな。連れてってくれよ。やめてください。酔っ払い。もうめんどくさいなお前。違います、塾の帰りなんですとば。バス。わっ、がっつり揉みに行った。やれ女。すげえ怒号。てめえ。おう、いいぞ投げろ。強。急にキャラ変わっちゃったよ。二重人格。はいはい。叫ぶことで違う。掴まれた状態からの反撃が素晴らしい。これだな多分。ひらめいた。ひらめいた。うわあ！典型が！来た。来た！人があんな絡まれてめんどくさそうにしてんの、生きるさ、写真撮ってるだけなの、おもろいな。掴まれた時に殴ってそのまま投げれるようになったと。いいじゃないの。なあ、こういう技の取得いいね。典型が来た。酔っ払いが塾帰りの高校生をコスプレ転勤務のこと間違えた。そして文字通り手違いで胸にタッチして、文字通り、うるせえよ。その時の俺見た。おバッピエ。その時俺は見た。彼女の瞳の奥が燃えた瞬間を。その時俺はひらめいた。掴まれた状況で効果的な必殺技を。我典型を得たり。やかましいわ。オッケー、じゃあスターダスト入るよ。今回スターダスト入って終わりかな。今すぐこの金持って帰れ。あ、ゆうやの声だ。元気か、ゆうや。誰だお前。ったら腹を言うとれるか。お、ゆうやとカズキ。受け取れません。元気にやってっか。カズキもね、元気になってよかったよ。何生きっとんじゃ。生きってなんもじゃろ、ホストは。キリュウさん。ただいま。キリュウさん。久々だな、お前ら。キリュウさん。ん？誰やこいつ。登場会4代目じゃい。知らねえのか。あの登場会の4代目桐生一馬さんだよな。あれね。うんうん、知ってる。食ったことある。絶対知らんやこいつなあ。4代目はん、あんたがこの店とどういう関係なんか知りまへんが、うちらは今ここのオーナーと話をしてますね。邪魔せんと帰ってもらえますか。この店の営業権を買い取りたい。ダメに決まってんだろ。三代目錦山組で若頭すら長谷部言うもんです。今神室町の一帯仕切らせて戻ってます。あ、長谷部ってあれか。さっき神田が声かけて例の店潰せっつってるやつか。なんだと。しばらくの間この店うちの組で使わせてもらおうか思ってますやん。せやからこうしてお願いに。何に使う気だ。それはこっちの勝手です。まあじゃあ推薦取ってください。でどないするんや。女さん、3億もあれば十分やろ。たかが1ヶ月のレンタル、断る理由はどこにもないやろ。あんたたちの目的は見当がつく。この店事務所代わりに使ってどこかと戦争する気なんだろ。さすがは神室町で何年も生き残っとる店のオーナーや。ええとこつきよるな。次のターゲットは風間組か。あー、まあ金で動く気がないんやな。それやったらあとは力ずくで奪い取るだけやな。じゃあキュリアさんも働くわ。わあ、いっぱい出てきたデブが。かかってこいよ、喧嘩ちょっと。
朝顔で子供たちに揉まれまくった桐生さんがパワーアップして帰ってきたぞ。お前らかかってこい。ああなんだ、うちら取り込み中なんで。関係ねえよ。今日のところは帰ってもらえますか。帰るわけないだろうが、スターダストには恩があるんだ。お前らの腹聞かせてもらう。そうだよ、お前らボコるついでにお前らの目的も聞かせてもらうぞ。こっちは情報がないんでな。後ろに喧嘩打ったのは4代目班の方。先に喧嘩打ったのはそっちだが、スターダストに手出そうとしたっていうことは喧嘩と同じだが。そういうことだ。お前ら手加減はいらん。手加減しててキリアさんに勝てると思ってんじゃねえぞバカ。誰が長谷部、お前下の名前ないんだな。カズキ下がってろ。ユウヤも下がってろ。俺がやる全部。おい、おらどこ見とんねえ。おらまずはてめえのザコどもお将棋してやるよ。おら一人なんか投げてきた。痛い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 。何、オーラよっと、オーラよっと、オーラよっと。はい、いた。あ、壊れた。俺の武器が壊れたじゃないか。武器いっぱいある。カウンターチェア。え、ごめんだけどさ、ユウヤとカズキさっきから何してんの。敵殴らないでひたすらスウェイしてない。キリュウさんがこんなに頑張ってカウンターチェアブン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 回してんのに、お前ら何もしてないじゃん。邪魔なんだけどお前ら。すっごい邪魔。え、もしかして今作の味方こんな感じ、使い物にならないってこと、ボスに対して、ボスとか中ボスに対しては。ただスウェイしてるだけだよね。普通に邪魔。え、どいて帰って。いじめてる。単純に桐生さんがぶん殴ってる間、周りは盛り上げ役としてずっとスベイをしてくれています。いるお前ら。オッケー、コマンドか、捨て頃か、正気。おお、オッケー、これだ、いつもの。おらよ、いいよ桐生さん。痛い痛い痛い。ねえ、カズキとユウヤ、うるさい。いった。やろうで済まない攻撃されてるよ、キルさん。ああ、ユウヤが切られた。血払う動作で、ユウヤが切られた。単純に巻き添え食らってるだけや、ユウヤ。ごめんな、キルさんが切られたから。いって。やっぱ刀持ち結構辛いな、捨て頃じゃ。オッケー、刀、どっか行った、あいつの。これで捨て頃じゃ。捨て頃ならキリュウさん負けるわけない。まあ、普通に刀持ってても勝つんだけどさ、こういうタイプのキャラみんなカード硬いから苦手。かといって掴もうとするとさ、掴みすら外されると思ったけど掴める。で掴んでもう一回殴ろう。いいいいよ、よし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 、これでもう勝てるぞ。お前掴めるってことか、掴めるってことは分かったと思ったら全然掴めなかった。あぶねー、死にかけたけど回復したくない。ここでおら、これで終わりだ。長谷部お疲れ。なんで今ので終わると思いましたが、オッケー、これでもう勝つだろう。オッケー、長谷部無駄に強かった。よーし、長谷部もう二度とこの店に手出すんじゃねえぞ。その金持って帰れ。スターダストは桐生さんの島だ。カズマ、仕事か。そうだよ、学んだが。かなわんわ。だろうな。真島の兄さんにも勝つ男だぞ、こいつら。もう遅いわ。遅い？柏木のおっさん。殺されて。は？何？どういうことだ？戦争。アトメ争いの戦争ってこと？始まったんじゃ。気失っちゃった。心配。まあそうだよね、6代目が撃たれたってなったらそうなっちゃうか。